こんにちは、ブルーフォースです。ということで、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面、続きやっていきましょう。4、5、6。うわー、びっくりした。トレーニングの邪魔はしないのだ。今は時を見ないで頭の中で10秒ぴったり走るイメージトレーニングをしているところなのだ。ということで、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面、続きなんですけれども、一番のクソゲーをやっていきましょう。はい。ただ今のタイム、惜しい10秒16なのだ。待て、ちょっと待て、ガチで。いやいや、こっちの話。俺もう一度やりそうな顔してるなら、やらせてあげてもいい。ニルピー、ニルピーでいけるんだ。よし、行ってみましょう。行きましょう。おう、ただ今のタイム10秒、さっきも全然クソせー。やっぱり難しいのだ。どうしようかな。これね、ほんとウサギの耳がないとね、あれなんだよね。よし、行くぜ。Aでスタート。オッケー。また遅いのかよ。そう、ちょっと待って、むずいぞ。ルピー尽きたら終わりだな。よし、待て。行くぜ。これでどうだ？ただいま、今度は早すぎる。ちょっと待って。前後賞とかないの？マジで前後賞とか。ちょ待て、ほら、おめえ、この野郎、金せびりやがって、この野郎。ちょっと待って、いいよ。やる。ちょっと遅い。ですよね。ちょっとどころじゃなかった。ちょっと待って。微妙にずれんだな、ちょっと。ちょっと待ってよ。ちょ。そのクソゲー野郎や。お、どうだ。うわー、今度早すぎんのかよ。ほら、やっぱり難しいのだ。ちょ。あと3回。なんでだよ、だから、押してねえって。なんか同じアメチを繰り返すんだね。人類はこうやってアメチを繰り返す。エレサッ！ふい！なんでだよ！もう惜しいのだ！危なかったのだ！くそ！ちょっと待って、ラスト。ラストに奇跡を起こす。よし、オッケー、来たー。全然早いよね。無理でしたー。ベベン、ちゃんちゃかちゃちゃちゃん、くそ。やっぱりあれだね、うさぎの仮面を持ってないと、これちょっとこのゲームのシステム上、ここでクリアするのはやっぱ難しいですね。限界があったっていうことで、はい、クソゲーは以上でございます。スイートゥン。あれ？これじゃ殺せないのか？いて、うら、よし。ヒップアタック、あれヒップアタックで倒せない。無理。草はそうやって狩るもんじゃないです。ああ、でもあと3時間であれか。じゃあちょっと待ってね。じゃあちょっと今から、あれですね、タルミナ平原観光ツアーでも始めますか。はい、皆さん、左手に見えますのはスノーマウンテンでございます。こちらスノーマウンテン、これから、かのダルマーに公爵が、クリアしていく城なんでございますけれども、一旦そこは、通り過ぎてでございますね。とりあえずですね、かつてクリアしたはずであろう沼地がですね、また毒に侵されているというところでございます。はい。そして、先ほど、通り過ぎましたところにはですね、なんかいろいろなものがあるんですけれども、さあ、ここら辺、あ、なんかあった。ヒップアタック、こんなふざけた技って大丈夫なのか、果たして。やらちゃっちゃー、やった、これで20回ちゃ、これでも44回遊べるようになってるぞ。よいしょ、ちゃっちゃかちゃー、ちゃっちゃかちゃー。あ、そっか、よいしょ、ドゥーン、ちゃ、よいしょ、逃げる、あ、ちょ、あう、そうだ、あー、でもなー、めんどくせえよなー。まあ、いっか、やるか。やっちゃいましょう。登れません。
まあ、サブクエをメインにやっていくパートになりそうなんですけど、ちょっと後半の方でちゃんとあのメインをクリア、あメインの方にあのやっていけるようにはしていきますんで、まあまあ、なんかムジュラの仮面一個一個クリアするのがこう懐かしいなと思う方ですね、ぜひ、やりたい！ゆっくり見ててくださいね。ということで、おじさんです。子供です。3、4、2、1、5じゃなかったっけ？合ってる。よし、通ってよし。こいつ大丈夫なのかな？目の前で子供がおじさんになった。じゃあ、おじさんが子供になってさ、そして子供がおじさんになったんですね。怖くないのかな？あ、全然あれだね。何にも言われないね。よし、じゃあ、チュイ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 。でん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 。ういー。いい、あいた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 いでもなんかルピーな気はする。この開け方だし。うん、ちょっと思ってもないルピーが手に入って今ビビってる。ということでさあ行きましょう。まるまりー。まるまりー。まるまいん。キノコ胞子覚えたら最強。パンチ。ティン。ディーン。あ、無理か。あー、アイテムを一回一回買えるのめんどくさいね。パチュ、オッケー、パチュリア、登っていきましょう。ズンズズン。ゴリッと進むよ、ズンズズン。どんどん負けるよ、あ、ちょっと。よいしょ。今度のお友達は、ララララララワイ、歌います。さあ、ということで、私にも見せておくれ。ミノリンやつじゃな、なんじゃこれ、しかしというものじゃ。はい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 。はいはいはい。覗く覗く。で、覗いて、はい、ズームして、で、首がもうポキポキ折れてるやつを見て、で、悲しきかな、涙が流れて、ハッチ巻きは、ヒュッボン。で、こいつを手に入れることによって、お尻ペンペンして、どっかに飛んでいきます。これ確か日にちによって色々と変わるんだよね、確かね。どうじゃ？何事もなかっただろう？まあ、こんな近くにね、隕石が落ちてきている。まあ、隕石と言うべきなのかなが一部と言うべきなのかわかんないけど、ね、普通になんか、ダメージがしょぼいっていうことは、結構軽いものなのかもしれないね。まあ、スズメの涙を手に入れる。スズメの涙。めっちゃ鼻声やったな。風邪ひいてないんだけどね。ということで、ゴリゴリ降りていきまーす。よいしょー。よいしょー。よいしょ。ボイーン、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 ボイーン。中3まではCカップ。中3からはFカップ。あ、ボイーン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 。何、何してる、何してる。どこでボインボインって。巨乳伝、巨乳伝。巨乳伝、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 ボイーン。って歌ってた小池栄子がいるんですよ。僕が悪いんじゃない。小池栄子が。完全に今、なんかボインボイン、ボインボインしちゃったな。で、どっち向かっていくのが痛いんだよな、もう。進ませておくれけど。よいしょ、オッケー、アオ！オッケー、ドゥイーン。ちょっとちょっと、ごめんルピーっていうやつに会いに行きましょう。ほい。この状態で、ドローンのお面を外すことできるのかな？ちょっと、ごめんルピー。その両サイドには一体何が詰まってるんだろうね。デクの実いっぱいなのかな？デクの実ってさ、あれパチーンってなるけどさ、食べたら美味しいとかあるのかな？ここはわしの土地だっピー。ということで、はい。はい、いいよ。めっちゃ今度スリスリしてくるやん。くる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 く
パラレルワールドだけど大丈夫？で、これを手に入れたので、ほい、じゃあ。なんか一音、ちょっとじらしてみました。違う。なんか音が鳴んなかっただけなんだよね。で、沼地、飛びまーす。ブル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 。ドゥつきます、おら、すっげえ回復してくれる、ありがとう。で、ここ登っていって、あー、なんか余計なやつが目覚めちゃってますね。で、おめえさんになって、あれ、あー、使ってるからか、やっぱあれだね、解除できないんだね、無理っぽいね。ってことで、はい、ジャバー、あれ？ちどうぞ。あれ？ま、いい、この部屋の人に入ってね、魔法でね、逃げか。はいはいはい、わかるかい、お客さん。いいよ、だから、ま、町に行かしてあげますよ、どうぞどうぞ。お客さん、背中に心と宙づるピー。トゥルトゥトゥー。でもな、これをな、あー、最後にやりゃよかったかな。なんか、一回一回さ、またさ、まとめてやんなきゃいけないからな、結局ね。やる順番は今じゃなかった気がするけど、まあまあまあ、それはそれでいいでしょう。早めにハートのかけらをね、2個手に入れることによってさ、楽したいじゃん。下半身しょぼ、下半身っていうか、もう足がプランプランだったよね。ってことよ、ほい、ちょ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 、これで3つ目、あと1個で体力アップということで、さてと、ちょっとめんどくさいけど、また温泉でも集めに行くか。あ、こうか。上を押しても反応しないんだな。左を押して今反応したからな。どうやら回る式みたいだ。くるくるくるるんくるるっつー。トゥル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 トゥン。うん、ちょこちょこちょこピー。無理。むしろあれだな。こっちから行った方がいいかな。ちなみにさ、あいつってどうやって手に入んの？このまま登ってったら、あ、まあまあいいか、別に。じゃなくて、こっち。なんだっけ、なんかさ、タルミナ平原の北の方で踊ってる変態野郎いるじゃん。俺の魂が浄化されるために、俺のダンスをこの世の中に伝えるためだぞ、ベイベーっていうやつ。なんかいたじゃん。あいつどうやったらいいんだっけ？てか何時から現れるんだっけ？それ次第なんだよなぁ。それをやって、で、なんか、登ってる途中で画面を切り替えないでくれよ。なんか、危うく落ちてるんじゃないかって見て、おじさん今ドッキリしちゃったよ。チュ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 ちょ。あ、そっか。よいしょ。あ、これ大丈夫？ここで凍結しない？ピチョン。よいしょ。あ、なんすごいことになってる、すごいことになってる。で、こうして、ゴリラー。これすげえ滑ってる。ここまで来ないと温泉が救えないっていうのがめんどくせえな。しかも割と早い段階で、なんか、冷めちまう。よいしょ、じゃあ行きましょうか。さあ、みんな、タマヒュンタイム、ヒューン、ブリーン。よくぞ、そのハート1個削れるだけで、なんだろう、骨とか折れないで済んでよかったねっていう感じ。で、こちらね。ちょちょこ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 、パカ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 、うん、ちょこちょこちょこ、ピー。ここだっけ？ここだっけ？違うな。あ、なんかちょっと待って、ひときわ目立つ大きいやつがいる。犯人はお前だーさあ、ちょっと待って、食らってない？今食らってたよね。どういう体勢で固まってんのこいつ。しかも、なんか年取るとものすごいあれなんだ、下半身がなんかボコボコに。おはよう。ん？わし何してた頃？はっ、もうこんな時間頃、急ぐなにやらん頃。ちょっと待って、急ぐな、どこに行くね。
ダルマーニです。幻覚見てるです。偽物です。舐められたもんだ、ゴロー。じゃがな、無駄なことだ、ゴロー。わしはそのさっとと消え失せる、ゴロー。何？息子がわしを欲しがって泣いてるだと？兄ちゃんなんだよね、ダルマーニってね。うん。どうしてそのことを、息子がわしを？ふう、許せ、我が子よ。父ならやらなければならないことがあるゴロー。おめえそんなんじゃ無理ゴロー。ダルマーニ、お前がボールでも幻覚もうどうでもいいゴロー。泣いている息子をあると思うなら今からわしが太鼓を奏でる息子を安心させてほしいゴロー。お前がちによく見てあ。一音で、じゃあ一つの太鼓でなんかいろんな音出せる人なんだよね。あれ？もう一度行くぞ。もう思い出せないゴロー。あ、そこじゃった。ダメじゃー、出だししか思い出せん。もうそれよりも早くあの、暖かいところに行こうよ。そして結構思い出せたな。あと2音だ、頑張れ。あと2音だよ。頑張るのじゃ。無理なのじゃ。しかしまあ、これを聞かされたら、おねんねしちゃうゴロン族って案外ちょろいのか？半分どころか思いっきりもう、1分の6だから4分の3だから 75% をクリアすることができているんですけども。惜しいなぁ。その残り 25% の力がない限り、息子を亡くし、そしてこのところでカチカチに固まっているんだよね。おめえ大丈夫か？本当に。このまま、あれだよね、死なないよね。よいしょ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 。はい。で、お前何くれる？殺すぞ。殺しちゃったけど。ほんで、ちゃん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 、あ、違う、こっちか。ちゃんちゃん、あー、その前に。その前に、こっち。沼になりましょう、ズンズズン。寂しいなぁ。まだ二つだもんなぁ。へい。ほい。まぁ、ぴー。どこならなっぴー。あれ、これってさ。これいらない？あ、ダメなんだ。へぇ。じゃあいいや。ゴロンです。お得意様だっぴー。今ならお得意様買い取るキャンペーン。普通なら1000ルー。おぉ。あー欲しいけど足りない。あ、違うな。大きいボム袋って言ったよな、今ね。あ、これ普通のボム袋。あ、最大、あ、ちょっと待って。もっか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 。1000ルピー最大のボム袋？あ、大きなボム袋か。今普通のしか持ってないからダメだ。しかも、ダメだ。残念。いろいろ残念だな、今。仕方があるめぇ。ドゥン。これで開くってどういう仕組みなんだろうな、一体全体。よし。じゃあ、ぐわ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 言ってるから、息子じゃねえや、弟をとどめさしに行きましょう。弟です。トン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 泣きやめクソガキ言葉悪い。ええ、その曲はいつもともちゃんが寝る前に叩いてくれてた頃曲だから俺は続き歌う心ゴロン行きまーす。あーおーおーあー歯が可愛い、喉チンコ丸見え。ちゃんちゃんちゃん、おしっこしたい、トイレが近い、やばい。チャー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 、バックミュージックをやってるやつがいるぞ。誰だ？バックミュージック誰かが歌ってる。ああ、いいね。いい！もうこれいい！すっげえいい！うん、娘を3歳半をもうすぐ迎えようとしてるんだけど、時々さ、赤ちゃんしてーって言って今みたいな抱っこをするとすっげえ喜んでくれるんすよ。1000年に1回しか言ってくれないけど。赤ちゃんが。
ってみんな寝てるんだよね。気持ち悪い。まぶたを閉じてしまう子守歌。みんな寝とんかーいって。で、これ、あれだよね。多分ね、全部やると、その、いわゆる。あ、おめえら寝てねえのかよ。あの、なんだっけ、あの、ドンゲール様に捧げるための、あの、岩が手に入るなると思うんだけど、今手に入れても仕方がないから、そういえばこんな危ないやついたねー。あーは衝撃波、いてててててて。いてて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 。砕け散れー。ということで、行っちゃったので、こっちかな。ゴロン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 。ゴロンが転がるゴロンゴロン。ずんずん回るよ、どんどどん、どどんごどんどんどんどどん。今回出てくるのはどどんごじゃないから痛いんですよねー。ぐいー、ぐろん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 。登って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 。よいしょ、痛いー。おー、目玉びっくり、玉手箱。ドゥーン。こうなっちまえばあれなんだよね、その、なんか、いろいろと制限かかるのも、なんかこう、めいやせば、おめえもそうだったな。ドゥーン。ドゥ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 ーン、オッケー。まあ、とりあえず氷さえ溶かしちまえば、何の問題もないはずだからね。ということで、スノーヘッドへようこそ。ん？あ、違ったわ。まだ、もうちょい先があった。よいしょ。うわ、すげえ、雪玉がすげえコロ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 動いてる。私たち、転がってるーっていう状態になってる。よし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 よ崖の奈落の巣に落としてやったんな。ということで、ガキーン、無理です。ジョイーン。はぁ？これで寝る？それともやっぱりあの、太鼓じゃないとダメ？関係ないかな？ゴロンのララバイを奏でた。あ、やっぱダメか。やっぱりゴロンじゃないとダメなのかな？めっちゃ。タン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 。以下省略。いや、そろそろおじさんもちょっと寝なきゃいけない時間なんだよね。眠い。そして急に、たらこ唇現れる。おやすみなさいでございます。落ちちゃった。これ多分死んだよな、普通にな。あーでもそっか、ちょっと待って、あのね、侵入しようかなとも思ったんだけど、そう、侵入しようと思ったんだけど、この何時からだっけな、お会いしたいおじさんがいるんだけど、そのお会いしたいおじさんが果たしてどの時間帯からなのかっていうのがちょっとね、あんまり覚えてないから、とりあえず一回侵入だけしてみようか。あー、ちょちょ、右右右右右右右。これあれなんですよ、あのアリポンさんがあのなんかあのちょっとこあの細かいくらいに右右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 右。まあ、今ここに行ったところで何の意味もないからなぁ。ということで、右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 で行ってみましょう。ドゥーン。てるじゃじゃん。右、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 ちょっと待ってねーと、あ、とりあえずクロックタウンかな。で、北の空洞に行って、北の大空洞に行って、ワスラルル都アジトに行って、こっちです。ちょっと待ってね。あれ、そういえば、あれ、爆弾じゃない、泥棒野郎は、
いるね。なんだ別に怪しいもんね、ほんと私、怪しいやつは怪しいやつと言わないんだよ。私、怪しくないですからとは言わないんです、怪しいやつ。なんだよ、何こっちジロジロ見てんだよ。痛い、痛いんです。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。おあ、無理か。これどうやったらいいかな。あー、ちょっとギリギリ、ギリギリチョップ、ギリギリチョップ。ウサギの、あー無理か、えあ無理なの、もっと無理なのか、これもしかして。あーうんんんこれ普通にここに乗ってて、あーダメだね、やっぱりこれあのウサギの面をかぶってからじゃなくてダメかもしれないね。あ夜は物騒です。まあ、あのマジでね、どこもかしこも物騒なんだよな、ね、こんな世は魔物だらけのところで生きてられるよね、本当に変態だよね貴様ら。すげえお化けの音がするんだけど、気のせい。ファン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 言ってー、なんでやねん。さあ登りましょう。ああお前らか。ドゥーン、ふわ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 よいしょ、ふわ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 、オッケーで、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あれ、爆破って広い意味あったっけ？んで、んで、ちょっと待って、こいつはいらないんだよ。で、どこ行った？あったあったあった。踊ってる？そう、まだ踊ってない。いないね。あ、じゃあまだ早かったのか。何時からだっけ？夜中？ねえ。だってさ、アリポンさんがよくさ、ここに来てさ、こんばんは死ねって言ってるじゃん。もう、なんち恐ろしい言葉だと思うんだけど。あ、まだ早かったんだ。ごめんなさい、早かったっすね。どうしようかな、じゃあ。あれ、爆弾野郎はいつ来るんだ？爆弾ババアはいつ来るんだろうね。この時間帯で今できることって何があるんだろう。とりあえず、あれかな、初日だもんな。初日、あれでもやっとく？デックバナのやつ。いや、まあまあ、今はまだいいか。とりあえず、かわいそうなやつがいるから、かわいそうなやつここで、ドン参って。あ、待って待って。風が湿ってきた頃、明日雨降る頃、ゴロゴロってすげえやつだな、こいつ。わかってんじゃん、なんか。ということで、じゃあマニアに行ってみましょう。マニアな、マニアに行ってみましょう。でもまあこんなところでなんかあれだね、いちいちこうなんかめった刺しのダラダラをするくらいだったらさ、なんか、ね、カットしてそのババアが出てくる瞬間まで待ってみましょうか。じゃんちゃかちゃかちゃん。してやるぞ。あいつの衣装ずっとあの衣装だよね。汚っ。洗濯しろよ。24時間あの格好じゃん、ずっと。やばいよね。1時間ほど休憩、1時間ほど休憩中？マニア夜10時から。あー、いろいろあれがあるんだね。じゃあ、とりあえず手に入れなきゃいけないものがあるので、一旦じゃあここでカットしましょう。なんか普通にゴロンで走ったら登れたんだけど。いけちゃったね、普通に。ドゥル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 。さあ、あとはここのババアが来るのを待って、ババアが来る時間くらいになれば、まあ、多分、カマーロさんも現れるはずなんでね。じゃあまた、再びそれまでカットです。さあ、と来ました。おー、バナナスケー、なんだろなんだ、ジャガシンだって、いつでバレてもらえるね、すぞくつがげー。はい、ごめんなさいよ。おばあさん、観察しておこう。でも、どこに出てきたんだっけなぁ。とりあえず、こいつってさ、これでボコボコにできる。ね、こいつ、テック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 。で、普通に足持ちですが、私ほんと。ね、まあ、サンコンさんだからね、ほんとにね。これはね、時計が遅いから、普通に。ねえ、めっちゃゆっくりだけど、実際の時計の速さで進んでったら、まあまあ速い速度で歩いていくような気がするからね。さあ、来た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 。
これでなんかあの爆発をちょうどさせたらなんか急に止まるみたいな、なんかそんな話を聞いたことがあるけどね。まあめんどくさいからやらないし、なんならあのカチカチに固まってできないし、なんかスイッチでできるかどうかってところもないけど、もうお互いに怪しいって、腰の曲がり方が異常だしさ、そんな速度で走ってないままバチン、思いっきりあれだよね、犯行現場だよね、バチン。あ、これ食らわないんだ、へえ。よいしょ。で、泥棒を素通りさせていくというね。そう、こいつ泥棒のくせにさ、泥棒をさ、あの全くもってあの守る気がない。泥棒守るとおかしいな、泥棒をあの捕まえる気のないこの衛兵っていうね、もうクソみたいなもんだよね。いや、どうしても俺アスケンで店に並べようかね。そうそう、お礼をしなきゃね、ちょっと危ないけど。ありがとう、爆裂。B でハートが減るのがたまに傷。命を助けにね。おばばの荷物、イェーイ。Thank you so much。ちゅうわけで、明日にでも並ぶって言っていますので、じゃあ並べていただきましょう、ホトトギス。ということで、じゃあ最後の最後に、本当にやろうと思ってたことをやって終わりにしましょうか。じゃあ、これかな。マコトのメガネ、マコトゥーのメガネ。あ、ちょっと待って。普通に踊ってるぞ、こいつ。普通に踊ってんじゃん。ほい。オッケーでしょ、だって。え？ちょっと面白いから眺めて。おめえ、だから死ぬんだよ！投資すんじゃん、どうせ。我死して月に嘆き我が舞を世に残すただ悔いるばかり役。悔しいぜ、お月さんよ、俺は死んじまったぜ。うん、俺のダンスで世界中の熱狂のツボにする予定だったのによ。この新作ステップだらけにレッスンしときゃよかったな、じゃんちゃかちゃちゃん。はい。この歌汎用性高すぎない？なんかありとあらゆる人たちをさ、なんか浄化してるんだけど。これを聞かせれば、かやこもさ、さだこも多分浄化してくれるぜ。井戸の底で、ギャーッと叫んだのに済むと思うんだよね。しぶと。我が前を世に巻きすらせよ。あんたに教えてくるね。流行らしてくれよ。奇妙なダンス、頼んだぞ。頼んだぜ。じゃあいいべ、別に訳さなくて。じゃあ、本パートの最後の最後にですね。はい。ドゥーン。よいしょ。で、こっちこっちこっち。よいしょ。あー、ちょちょ、行き過ぎ新作、行き過ぎ新作。で、最後に、じゃあ、踊って終わりましょう。ほい。よいしょ。か、マロ、一気に2つに入りましたね。24個だっけ？マックスで。4×6 だっけ？ちょっともう覚えてないんだけど。邪魔だっちゅうの、おめえが邪魔だっつうの、俺に喋りかけに来てんじゃねえよ、にゃら。めっちゃ柄悪い。そんなことは誰も百も承知でございまして、ほいほいほい。こんなさ、のっぺらぼうのさ、謎のダンスやってる人がさ、本当に。まあでもさ、この程度のダンスですごく師匠とかやってくるんだったら、こいつらもともとダンスやめとけばっていう話だったのかもしれないよね。新体操に言いそうなお姉さんたち。あ、でも確かにこのさ、ちょっとふわっと浮いてる感じの体の使い方はなかなかできないかもしれない。そういう意味ではレベル高いかもしれないな。そして、あー、全然刺さらないダンス踊ってるわーつって。ちょっとお尻プリプリすな。ケツを突き出すんじゃねえよ。あなた、うちらのマスターです。チャラチャラチャチャーカチャンチャカチャカチャン。かっこいい。これを考えついた人は何を思ってそうしてたんだろうな。ステージ見てくださいね。こいつらほんまやつ先にしたろ。まあボケなす、このカボチャをタンパナス。ということで、最後のマニアでも覗いていきましょうか。なんかでも1時間休憩中っていうのが気になるんだよな。で、何か売ってんのかな。何売ってんの。いらはーい、今夜は俺らもなんか買い取りましょうか。ちょっと待ってな。何売りまあこれでもあれへんねん。これでもどうでっか。すまへん、それ直しで扱いまへんねや。じゃあ、ナイスわ。お気にまたやったってや。じゃん、ちゃかちゃかちゃん。結局今回ね、このマニアがめちゃくちゃいいやつなんだよね。うん。
よし、じゃあ、こうして、こうして、はい、終わりましょうかね。はい、じゃあ、次回からスノーヘッドマウンテンじゃなくて、なんか、スノーヘッドの神殿攻略やっていきましょう。ということで、今回は最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ、チャンネル登録もよろしく。